楽な方を極めるの。楽を極めると極楽という、極楽になれるんです。感謝してます。こんにちは、マルカンアプリです。皆さん、いきなりですが、普段生活していると、いくつかの選択肢の中で迷ったことありますよね。なんかワクワクする方は A だけど、人の目が気になるから B にしようかなとか、 A の仕事にはすごく興味があるけど B の方が給料が安定しているから興味はそれほどないけど B にしようかなとか、例えを挙げればキリがないと思いますが、楽しそうな方を選ぼうとしても、いやでもあれが心配でこれが心配でと、いろいろ後から頭で考えて、結局違う方を選択してしまったなんていう経験はないでしょうか。でもひとりさんは、何かを判断しなければならないときに、絶対正しいことより楽しいことを選びましょうと教えてくれています。それは一体どうしてなんでしょう。早速ひとりさんの意見を聞いてみましょう。ついてるついてると思いながら生きていくと、必ず人生に分かれ道が出る。判断しなきゃならないことが出る。その時にどちらが正しいかということを絶対考えないでください。どちらが楽しいか、どちらが楽しいかっていう判断基準を持ってください。そうすると、どちらが楽しいかなんかで考え出したら、俺は会社行かないで寝てるよっていう方もいるんですけれど、我々はちょっと大人の魂だと思ってください。なぜかっていうと、会社行かないで3日間ばかし寝てると、間違いなくあなたの椅子はなくなるんです。わかりますよね。こんなカードもらってカードで買い物する、洋服バンバン買っちゃって楽しいのよ。間違いなく1ヶ月後にお勘定来ますからね。これはもう引力の法則より固いですから。で、それぐらいのことは頭に置いといて、どちらが楽しいんだろうっていうことを考えたとき、必ず楽しい方が成功するんです。宗教戦争も、キリスト教が正しいとか海教徒が正しいとか戦争になっちゃうんです。キリスト教のが楽しいんだとか海教徒のが楽しいんだと、いや、楽しいやつが2つ集まってもよかったねとか、最後で喧嘩にならないですから。どっちが正しいって始めたとき、必ず戦争になります。この前の共産主義が正しいか民主主義が正しいか、その結果、随分戦争して死んだんですけれど、あれもどっちが楽しいかっていうことだったら誰も死なないんです。俺も楽しいんだよって、あんたも楽しいでよかったねと、こうなっております。で、いろんな応用問題あるんですけど、この前昨日ですね、兄弟で会うとね、仲が悪いからね、イライラしちゃうね。兄弟なら全員仲いいわけじゃないんですよ。仲の悪い人もいるんです。で、そういう人はどうしたらいいんでしょうって言ったら、どっちが楽しいかって考えてごらん、そしたら会わない方がいいんです。兄弟だから会わなきゃいけないって、どっちが正しいかなんですね。相性の悪い人が会うと殺されることがあるんです。本当なんですよ。ね、通り魔はしょうがないんですよ。通り魔は諦めてくださいね。通り魔ですから。通り魔避ける方法とか急に聞かれてもダメだけど、日頃仲悪いやつってずっと昔から分かってんです。ね。本当にこう、あいつ刃物ぐらい持ち出すやつって本当は知ってんですよ。だから会わなきゃいいんです。で、なぜ会わなきゃいいかというと、殺されないだけじゃないんです。相手は人殺しにならずに済むんです。ね。どっちかが避ければいいんです。で、避けちゃっていいんですか？何でも戦わなきゃいけないと思ってる人がいるの。新幹線は300キロ出してくる。それをまともにぶつかったら死んじゃうんですよ。ちょっと避けてごらん。風ぐらいしか来ないから。ちょっと、わかります？人生って、ちょっとこれなんですよ。これができるかできないかでね、全然違うんです。それも何でもこう、面と向かってね。ドーンと当たんなきゃいけない。特に男の人ってのはそういう傾向強いんですよ。女の人ってのは女強いですからね。強い魂が女になる。弱い魂が男になる。これ、
女がどうしても分かんないんですけど、女って何ですかって聞かれたら、おちんちんのついてない男なんだ。で、我々は猿から進化したんですよ、男ってのは。で、女はゴリラから進化したからね。進化の過程が違うんですよね。で、何の話か分かんなくなっちゃったんですけど、まあ、ちょいと避ける。それで、その、どうしてもその弱い方の男が、男だから逃げちゃいけないような気になるんですよ。ね。昨日もなんとか言う、失楽園の話が出て。失楽園で最後女にこう、なんかあれして、最後青酸カリかなんか飲んで死ぬっていう話だったんですけど、あの話はおかしいんだ。女房がいて、彼女までいるやつが死ぬ必要がないんだと。死にたいのは一人もいないやつで、女房もいない。彼女もいないようなやつが死にたいんで、なんで二人もいるやつが死ぬんだと。そういう無茶苦茶なことは私は嫌いなんだと。まあ、それでですね、ちょいと避ける。で、人生って楽しい方がいいんだよ。魂の第三段階。魂は第一段階がずっと長く続いた。それがどういう時代ですかっていうと、強い者が天下を取る。強い者が指導する。なぜかというと、狩りやってたから、バラバラだと獲物が取れない。飢え死にしちゃうんですよ。だから、強い者が統率を取る。その時に農業がやるようになったら、農業もそうなの。一斉に米を植えないとね、飢え死にしちゃうんですよ。私は個性を出して来月にしますとかって言うと、飢え死にしますからね。米ってのは植える時植えないとダメなんですよ。まして日本ってのは一回しか取れない国だから。ね。一回失敗しちゃうと飢え死にしちゃうんですから。そんな蓄えないですから、昔は。そうすると、統率者がいる。殿様がいたんです。でも、魂が成長したら、いつ米植えりゃいいかぐらい分かったよ。狩りの方法も分かったよ。ね。そしたら強い奴が何でも横暴なこと言ってていいんじゃないんだ。殿様、昔は殿様の前に来て、地べたに座って挨拶しないと切り殺されたんですよ。ね。そういう時代が続いてたんだけど、その後明治になってから、どっちが正しい論が入ってきた。どっちが正しいの？正しきがゆえにも正しきって言ってる人間が非常に良かった時代があるんです。何が正しいか分かんないから。ね。で、もう大体分かったんだ。人殺ししちゃいけないとか、ね。泥棒しちゃいけない。分かりますよね。私もいい女だと、いい女だなと思って、いいケツしてるなとかと思います。これは男の人みんな思うんですよ。だけど、触っちゃいけないは知ってるんです。分かります？触っちゃいけないんですよ、あれ。思うだけ。で、ここはもう、どうするともう、魂は第三段階に移った。うん。で、第三段階って何ですかって言って、もう分かったから、楽しい方を選ぼうよ。うちの、スリムド監督ね、お嬢様臭い。今度ね、精力剤で、金立ちキンキンっていうのを作った。お父様くどいって名前にしようやったら、これはいいな。ね、効きそうだ。で、よそよく、ユンケルってのは、1000円とか2000円とか3000円とか、ああいうネーミングがよそう。4畳半用と8畳用。もう部屋数でこうね、そう、すごく楽しいな、うん。で、なんでこんなことしてるかというと、いいものだから発売するんです。いいものはわかってるんです。だとしたら、楽しい方がいいんです。だから、もっと楽しく、もっと楽しく、楽しさをメインにしていかないと、人生って苦しくなっちゃうんです。で、いつか思い出してください。どうもうまくいかないな。俺はそういえばうまくいってた時は楽しい方を選んでたんだ。それがあるし、立派な人。立派な人ってのが危ない。立派な人だとその人の言うこと聞こうって気になっちゃうの。ね。で、あんまり立派な人の意見を聞くと、正しきがゆえにも正しきの方に引きずられちゃうんですよ。ね。で、そうすると人生がうまくいかなくなる。もしうまくいかなくなったら、俺は最近ついてるって言ってないや。それから分かれ道に来た時に、またもう、どっちが正しいかで決めてた。どっちが楽しいだろう。正しくて楽しいのがあるんです。正しくて楽しい方です。で、正しいなんてのはもう魂は第三段階だから分かってるんです。
ついてる。これは日常言わなきゃいけないこと。言ってればいいんです。そして、別れ道に来たとき、困難があったとき、何かがあったとき、楽しい方を選ぶ。正しい方を選ぶと苦労が山のように入ってるの。それがブワーッと出てきちゃう。だから開けちゃダメよ、これ。これ開けるとね、大変なことになっちゃう。ところが、楽しい方を開けると成功が待ってる。だから私のお弟子さんやなんかみんな楽しい楽しいっつってついてきた。ね。それでみんな、現在立派な社長さんになっていられるんです。苦しい方を開けるなよ。苦しい方を開けたら偉いことになるよ。で、この二つ。もうこれだけ覚えててくれれば、おそらく困ったことは全く起きないと思うんです。で、いくらあの本、私の成功法則の本読んで、困ったことは起きないんだって言っても、大社長いつも楽しそうですね。楽しい方を選んでるから楽しいんですよ。それが苦しい方行ったら苦しいんですよ。道はいつも二つなんですから。ね。楽しい。仕事は楽しいね。楽しい楽しいってやってるから成功しちゃうんです。ね。で、楽しいから仕事って楽だよね。ところが、仕事は苦しいから楽したいと思うと、5時で帰れるとこ。土日休みのところ。残業がないとこ。そういうとこばっかり探すの。それで、4時45分だとずーっと時計見てんだよね。5時になるまでずーっと。もうカバンはもう帰り支度できててね、ずーっとスタートダッシュをこう待ってる生活っていうのは実は楽しくもなんともないの。それで、この楽な方を極めるの。楽を極めると極楽という。わかります?だからこの世は極楽って天国のことなの。極楽になれるんです。どっちが楽しいかを判断する。そしたら、会社行ってサボってずっと寝てるとクビになっちゃう。これはどうも楽しくねえな。飢え死にになっちゃってホームレスになっちゃう。これはあんまり俺は楽しくないな。じゃあ会社行く方がいい。会社行くなら、ふてくされて仕事してるより笑顔でやった方がいい。返事しないより返事した方がいい。極めていくとだんだんまともな方にまともな方に人は走っていくんです。ね。今日も本当はやりたくなかった。でもやるとなったら頑張りますよ、私は。そういう性格ですからね。やるとなれば頑張ります。感謝してます。今回は正しいことより楽しいことというお話をしていただきましたが、いかがだったでしょうか。このお話を聞いて、そういえば楽しいと正しいは出てくるところが違うな。楽しいは心が感じる。正しいは頭が考えるというふうに感じましたが、皆さんはどうだったでしょうか。もしかしたらひとりさんは、頭でいろいろ考えるより、自分の心の声を大事にしてねという素敵なメッセージも込めてくれたのかなと思いました。そして、楽しいと心で感じた方に進めばうまくいくよと、神様が分かりやすい道しるべを示してくれているのかもしれません。今まで正しい方、常識、道徳、倫理、親の言うこと、先生の言うこと、肩書きのある人が言うことなどに従って、楽しい方を選ばなかったりしたことがある方もいらっしゃるかもしれません。また、どっちが正しいという考え方は、違う意見を認めないというスタンスになってしまいます。十人十色でみんな違ってみんないいし、同じ人でも立場が変われば意見も変わるかもしれないし、そもそもなぜ意見の違う人を任さないといけないのでしょうか。親兄弟は仲が悪くても会うことが正しい。正しいことは嫌でもしなければならないという理論で、無理やり会っている方もいらっしゃるかもしれませんが、そもそも親兄弟は仲が悪くても会うことが正しいと誰が決めたのでしょうか。そして正しいことは嫌でもしなければいけないと誰が決めたのでしょうか。仲が悪ければリスペクトしつつ距離を取ればいいだけのことではないでしょうか。実際同じ屋根の下で一緒に暮らしていた頃は喧嘩が絶えなかったのに、
一人暮らしを始めて物理的に距離を取ったら、冷静に話し合えたり、たまに会う日が楽しくなったという方もいらっしゃいます。最後に、楽しいことを選ぶのにまだまだ抵抗があるよという方は、小さなことから少しずつでもいいのでチャレンジしてみてください。例えば、今日の夜ご飯のおかずを買うためにスーパーへ来ました。お惣菜コーナーでハンバーグと唐揚げがありました。心の声は、ハンバーグが食べたいと言っています。しかし、唐揚げが値引きされ安くなっていたので迷ったとします。そんな時は、節約することは正しいことという考えを一旦置いて、本当に食べたいハンバーグを買ってみてください。ひとりさんのおっしゃるように、天国言葉を言いながら、どちらが楽しいかという判断基準を持って選択していけたらいいですね。少しでもいいなと思ったら、応援の意味も込めて、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。あなたに、すべての良きことが、雪崩のごとく起きます。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。感謝してます。